おしゃぶり、誘発学顔面変形症とは、乳幼児が、市販おしゃぶりを長時間、長期間常用することにより発症する一連の病態。主な症状として、顎顔面変形、歯列変形、口新変形、低遺舌、咀嚼不全、発語高音不全、口呼吸など子供の一生に関わる重篤な症状を示す。 余熱らが1997年10月から1999年3月の間に生まれた1120人を対象に行った調査によると、おしゃぶりを使っていた子供は1歳6ヶ月で、使っていた68人のうち21人が、開口だったが、2歳では46人のうち29人が、開口。3歳では9人のうち7人が、開口。2人が、 交差工合で、おしゃぶりを使っていた全員が、噛み合わせの異常を起こしていた。また、おしゃぶりを使用していた章には、開口、交差工合の発言率が極めて効率で、上額乳歯列弓幅系の強症とか学乳歯列弓幅系の拡大が認められ、おしゃぶりの使用が、乳幼児の歯列、顎顔面領域の形成に、深刻な悪影響を及ぼすことがウォーレンラ、アデールラ、 サールデットラの広報と調査などから明らかになっている。おしゃぶり、誘発学顔面変形症は乳幼児が市販おしゃぶりを長時間、長期間常用することにより発症する。おしゃぶりは指しゃぶりに比べ、はるかに長時間使用することが多く、おしゃぶりに使われているシリコンやゴムの弾力が強制治療に使用する強制装置と同じ強制力として、 働くため死裂や顎骨を変形させるような重篤な症状が発症する。PFDS を発症した3歳児 PFDS を発症した3歳児初器は、軽度の死裂変形症と顎変形症の合併症が主な症状であるが、更新変形、低位絶、絶壁等、軟組織の変異変形や悪臭壁の獲得が、 定着すると成長ベクトルに変化が起こり、重症化する。主な症状として、顎顔面変形、歯列変形、更新変形、低遺舌、咀嚼不全、発語高音不全、口呼吸が挙げられる。主要症状は大きく顎顔面変形、歯列変形、軟組織変異変形、機能不全の4つに分けられる。骨が柔らかく機能もまだ確立していない。 成長の最も著しい乳幼児期に、おしゃぶりのゴムやシリコンの微弱な圧力が一種の強制装置として働き、芝叩く間に顎骨を変形、死裂を悪化させ舌や更新などの難組織まで変異、変形する。正常な筋機能などを獲得する前に、おしゃぶりの強制力が乳幼児の顎口向形に作用するため、 変異変形した異常な状態がその児童の個性となってしまい、後々その個性を健常な状態に戻すのは困難を極める。PFDS 定遺説による科学前突、PFDS 交差交合を発症した3歳児、PFDS-PFDS 更新変形を発症した3歳児歯科医師は歯列の不正を改善するために歯列矯正治療を行う。 この歯列矯正治療は、顎骨に、植立している死がを移動して、死列を改善する治療法であるが、死がを移動するために、死がの植立している骨そのものを変形、移動させて治療しているのである。通常、死がを強い力で短時間押しても移動するものでは、ないが、微弱な力を長時間、長期間、死がに加えることによって、骨そのものを変形させ、 シガを移動することを可能としている。その微弱な力として、歯科医師が利用するものには、細い針金の弾力、ゴムシリコンの弾力と伸縮力、バネの伸縮力、更新、下の圧力、交合力等が挙げられる。また、シガが萌えでするときは、わずかな力で、その萌えで方向を変えることが可能で、後戻りが少ないことや、成人の硬くなった顎よりも、 小児の柔らかい成長過程の顎の方が、死がの移動も早く強制治療に向いているということは、広く知られている。おしゃぶりの素材として、ラテックスシリコーンゴムが使われているが、当然、これらには、歯列強制治療で使用する、ラテックスシリコーンゴムと同様の弾力、伸縮力がある。また新生児、乳幼児の顎は、小児よりもさらに柔らかく、 急激な成長過程の中にある。そのため、おしゃぶりの長時間使用による、ゴムシリコン等の弾力による強制力は、新生児、乳幼児において、劇的に作用し、急速に、熾烈、顎が変形する。さらには、おしゃぶりにより、後進と下の筋力バランスが崩壊するため、後進絶等難組織は、変異、変形し、また、 低位舌、異常塩化壁等の悪臭壁の獲得が起こり、成長ベクトルが変化してしまうのである。通常、下の正しいポジションは、舌線が、上あご前歯のすぐ後ろに位置し、唾液を塩化するたびに口外に密着する。下の安静時圧と塩化時圧は、上顎骨と死がを、前方、側方に押して、上顎骨の成長を促している。一方、低位舌は、 絶線の位置が低く、円下時に、下顎前歯を、裏側から押している状態である。本来、上顎骨の成長を助けるべき下が上顎骨を、前方、側方に押さないため、絶圧不足により、上顎骨は、成長不全、列成長となり、上顎歯列弓が狭削し、反対交合となる。さらに、本来円火に下側を押してはいけない。 下学骨と下顎の死がを前方に押すため、過剰絶圧による、下顎の過成長が起こり、下学前突がさらに顕著となるのである。このように、おしゃぶりの使用を中止した後も、低遺絶、異常炎化壁等により、乳幼児の成長ベクトルが変化してしまい、さらに症状が悪化し、治療を困難にするのである。乳歯列付きの下学前突が、永久歯列付きも、 化学全突になる率は93.6%。乳歯列付きの交差交合が永久歯列付きも交差交合になる率はほぼ100%である。おしゃぶりの素材となっているラテックスやシリコーンゴムの弾力が一種の強制力として働き、骨の柔らかい小乳の歯列と革骨を急速に変形し、開口、交差交合。 後進変形の顎顔面変形を引き起こす。また、開口のため後進が閉じなくなり、口呼吸になる。おしゃぶりの長期使用が、下の位置を定位に誘導、定着させるため、舌圧不足による、上顎骨の劣成長と過剰舌圧による、下顎骨の下成長を引き起こす。その上下顎骨の不調和成長が、上顎死裂弓と、 化学歯列弓との対合関係を崩壊し、交差交合、化学前突の不正交合を引き起こす。おしゃぶりを中止した後も、低位絶、異常円化壁等により変化した成長ベクトルが、年月とともに、化学前突、交差交合の重篤な顎顔,顔面変形を、さらに悪化させ、治療を困難にする。入歯列期の不正交合、顎骨変形は、経過観察が、 一般的である。重篤な開口症例も経過観察をすると改善することが多い。しかし、わずかな開口が数年経過しても改善しないケースが相当あるのも事実である。特に、低遺舌や舌突出癖など悪臭壁が定着している場合には、症状がなかなか改善せず、突出期とともにさらに悪化するケースもある。そのため、 低遺跡などの機能面を改善することを目的とした、化学前突や、交差交合に対する、機能的強制を、入手列機に行うことは有効であると、考えられている。近年、低遺跡、化学前突などを改善する有望な機能的、強制装置が開発され、紹介された。混合死列機まで、死列変形、雁骨変形が継続する場合は、 当然一般的な強制治療の適用となる。骨格性の変形を引き起こしているケースが多いので、将来的には手術の必要性をも視野に入れての強制治療となる。しかし、たとえ将来強制、手術を適用したとしても、科学前突、交差工合の重篤な顎顔面変形は、本来成長すべきであった美しい個性的な、 顔形に戻すことはおよそできない。そして、最も楽しく過ごすことができなければならない。少年少女時代を、歯科強制治療という精神的、経済的、時間的負担の大きい治療に費やさなければ、ならないのは、本人にとっても、家族にとっても、大変な損失といえよう。いわゆる、おしゃぶり訴訟を契機として、おしゃぶり誘発性の熾烈や、顎。 顔面の変形が広く知られるようになった。おしゃぶり訴訟和解を受けて、コンビ社が、おしゃぶりのパッケージやウェブ上に注意記載を行い、また、他のメーカーもこれに追随し、商品に注意記載をするようになった。コンビは、平成4年8月に、マパ社から、ヌックブランドの販売権を獲得し、その後おしゃぶりや、哺乳瓶等を販売してきたが、 マパシャとのヌックブランド販売権が平成22年3月31日契約終了に伴いヌックブランドの製造販売を中止し新たにテテオブランドを誕生させたこのテテオは東京歯科大学省西科学教室のおしゃぶり研究者等の研究開発に加わりおしゃぶりが子供の歯や学等に与える影響について情報収集や調査 研究に努め、より安全性の高い製品を提供することができるよう、製品の改良や適切な使用表示、情報提供の実現を目指して、新たに誕生した。また、コンビと東京歯科大学省西歯科学教室は、共同で、哺乳期からの高校発育について研究するために、新しく、プライマリーオーラルケア研究会を発足させた。 全国の乳幼児に広がるおしゃぶりによる健康被害を重く見た厚生労働省は日本医師会、日本歯科医師会、日本産婦人科学会、日本産婦人科医会、日本小児科学会、日本小児科医会,会、関係所団体の了承の下平成19年度の母子健康手帳よりおしゃぶりの長期間の使用による噛み合わせへの影響についての記述を新規追加して 改正することにした。おしゃぶりの早めの使用を中止、注意や相談を呼びかけるなど、異例に早い対応を示した。また、全国の保健所、病院、診療所での乳幼児検診の際には、母子手帳の記載に基づき、おしゃぶり使用の注意が徹底されるようになった。広宮なる人ナル新脳の誕生に際し、発給されたことでも知られる、母子手帳は、 日本独自に発展したものであったが、現在インドネシアメキシコパレスチナに普及。ジャイカでは、今後アフリカ諸国にも普及を目指している。母子手帳改正の影響は、日本だけにとどまらず、今後は、新興国と世界各国に広まることになる。重大製品事故が、相次ぐ中、事態を重く見た。経済産業省は、おしゃぶり誘発性の熾烈、ご。 顔の変形症についても以下のように詳細に回答。経済産業省は以上のようにおしゃぶりによる死列や顎の変形を症例で定める体の障害、精霊で定める治療、治癒に30日以上要するものに該当するものとし販売メーカーに重大製品事故として事故発生を知った日から10日以内に経済産業省への報告を義務付けた。 おしゃぶりによる健康被害が全国的に広がる中、厚生取引委員会は、不当経品類及び不当表示防止法に基づき、おしゃぶりのパッケージやおしゃぶり、販売メーカーホームページ上の医学的根拠のない、不当表示等について、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す、資料のないものについては、おしゃぶり販売メーカーに対して、厳重注意をした。処分については、 訴訟中ということも考慮して、自主的改善を促し、処分留保とした。AB 亀山隆史進むおしゃぶり発学、顔面変形症、月間保暖連2006.11ナ、no. ンバーワ8、2006.12、脳、no. 920、2007.3脳、no. 927、2007.4脳、no. 932、一瞬0288から5093ヨネツラ。 ウォーレンエトール、ウォーレンエトール、アデールエトール、アデールエトール、ザールデッドエトール、ウォーレンエトール、長原ら柳沢、柳沢胸光他食品と暮らしの、安全基金食品と暮らしの安全2005.9、脳 2005. 197、2005.10脳、no. 198、2007.3ナンバーワン号、2008.5脳229。 一瞬1343から5876じゃいか。ありがとうございます。